はい、白です。今回ですね、豊洲に新たな水素ステーション、燃料電池バスの大規模受け入れも可能にというニュースですね。とうとう水素ステーションの燃料電池用のステーションができると。燃料電池バスですね。これは大きいですよね。普段はだいたいその車、一般的なね、まあ、FCV といっても、今のところ未来とね、FC クラリティという、まあ、2車数しか出てませんけれども、燃料電池バスの方が が大きいいいんじゃないかなかというところですよね。東京ガスが東京都江東区豊洲地区に新たな水素ステーションの建設を発表、日本圧という大型の燃料電池バスの外規模受け入れにも対応できる水素供給能力を実現する計画だということですね。東京ガスは2018年11月、日本水素ステーションネットワーク JHYM と共同で東京都江東区豊洲に 豊洲水素ステーション箇所を建設すると発表した新ステーションは燃料電池バスの大規模受け入れが可能な日本初東京ガスのオンサイト型式えオンサイト方式ですね水素ステーションでえ東京ガスが運営する練馬、浦和、千住に続く4か所目の水素ステーションとなるあもう東京ガスで4か所やってるわけですね でこのオンサイト型というのは、自分のところで水素を作れるという水素ステーションなので、おそらくです、ね、どこかにこう太陽光発電があったりとかするんですよねで。それによって水素をどん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 充填していくということなので、他から水素を持ってくる必要がないということなんですねで。東京都では2020年に向けて100台以上の環境に優しい燃料電池バスの導入が計画されている。 このため燃料電池パスの運行を支える水素ステーション整備が必要とされており、その一環として、東京ガスは豊水地区の約2000平方メートルの敷地に新規の水素ステーションを建設する。水素供給方式はオンサイト方式。都市ガスから水素ステーション内で水素を設置。あ、都市ガスからやるんですね。これ残念だな、ちょっと。まあ、いわゆるエネファーム式ですよね。で水素の充填能力は 300ノルマルリューベ以上で、ピーク時は500ノルマルリューベアワー以上、充填圧力は70メガパスカルとするということで、これはもう、うんあの、燃料電池用のものですね。圧力がかなり上がっています。新ステーションは経済産業省の燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション、整備事業,補助金あ整備事業費補助金などの交付を受けることが決まっており、 2018年度中に着工し、2019年内に営業を開始する予定だということですね。東京ガスグループはこれまで培ってきた水素ステーションの建設、運営、規制見直しなどに関する知見を生かし、引き続き燃料電池自動車の普及に向けた水素供給の基盤確立に貢献するとともに、将来の水素利用拡大に向けた準備を行うということで、まあ、東京ガスがやってますからね、ガスからの転換ということで、 こういう水素ステーションをやっていくということですけれども、まあ、都市部ですよね、なかなか大きな太陽光発電を設置したりっていうのも難しいでしょうし、まあ、本来ならそういった形でね、水素を供給しながらやっていくっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりガスを使っちゃうっていうことで、うーん、どうなのかな、やっぱり、あんまり価格が安くできないんじゃないかなというところはありますよね。うん 再生可能エネルギーから水を電,解電気分解して水素を作るっていうのは、まだまだコストが高いと言われてます。でもそれは装置のコストであって、原料のコストではないということを注目してもらいたいんですよね。要するに作れば作るほど、長い間運営すればするほど値段が安くなってくるはずっていうのはなんとなくわかると思います。ただ、この東京ガスさんのようにガスから作っていくっていうのは、 やっぱりガスを供給し続けなきゃいけない、都市ガスを供給し続けなきゃいけないということがやっぱりあるわけで、まあ、このこ辺の屋根を作ってですね、屋根作れないと思うんですけどね、あの、太陽光発電をバーンってやってですね、そこから水を電気分解して水素を作るとかっていう、まあ、その一つの方法ですけどもね、再生可能エネルギーはやっぱりもっともっとうまく使ってほしいなというところですね燃料。せっかく燃料電池を使うわけで、水素を使うわけですから、そこから取るものっていう、 ものをなるべくその再生可能エネルギーがやって欲しぜかというと例えばこういうものを建設する時にも CO2 がいっぱい使われたりとかこの建設ですねこの FCV とか FCV バス FC バスですねこういったものを作る時にもいろ、ま、い、あ、ろ CO2 が使われる過程っていうのがやっぱどうしても出てくるわけでじゃあそれを使うところの時点ではせめてね再生可能エネルギーだけで こうやっていくっていいいくととううでではできななのかなというところですよ、ね、まあそういう努力もいっぱいされてるし、まあ、私がいつもお話ししてる h 2は、なんかねそれの究極の形の一つではあるんですけども、まあ、コストがかかるかかるっていうところはもちろん否定はできませんただ先ほども言ったようにそれは時間が解決してくれるんじゃないかなと私は思っておりますとにかく量産効果が出てきていっぱい出てくることによって 確かに作る過程ではね、CO2 を作ったりとか、いろいろなコストの問題っていうのが出てくるとは思うんですけども、使えば使うほどね、メリットが出てくるっていうのは非常に大きいんじゃないかなというところですよね。だから水素社会をこう広めていきたいというところだと思うんですけどもね。まあ、とりあえずはそういったあのガスからこの、加湿ですね、それでやっていくとか、あと、買ったなんかもね、今後は利用していくっていうところになってくると思うんですけど、 究極はですね、やっぱり水の電気分解っていうのが一番いいんじゃないかなと、私は思いますね。はい、えっ、ー、と、まあ、でもどう、こういう形でね、どん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  FC バスとか FCV がね、使われるようになってくると、より目立ってくると思うんですよね。で、それで目立ってくることによって、みんながこう、注目して、あ、じゃあ FCV 買ってみようかなって思う人とかも出てくるでしょう。とにかく、ステーションがないとね、FCV 買っても、あんまり遠く行けなかったりするから、意味ないですよね。 特く行った時に、あ、ステーションがないなとかっていうね、そういうところで困るってこともありますので、まあ、こういうのがね、どん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 また出てくればいいなというふうに思います。はい、えー、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。